皆様こんにちはそしてこんばんは今日は2024年7月10日水曜日ですえ今日の木村よし子の気になる銘柄え高値市場の歩き方銘柄参戦と題しましてお届けしてまいります月曜日7月8日ああ月曜日のですね動画ではですね日曜7月9日なんて言っちゃってることに後で気がついたんですけども もうアップしてしまいましたので、まあ,あ皆さんまたねこの、えー、よしこさんおちこちょいだなと思ってらっしゃるかなと思ってですね、えー、まあ、そのままにしておきました、えー。今日は7月10日間違ってませんよね。よかった。さて、えー、高値市場の歩き方銘柄参戦早速始めてまいります。ぜひ最後までお付き合いくださいね。さて日経平均株価ですね。 まあ4万1831円99銭と251円82銭ほど上がりましてパーセンテージにしますとわずか0.61%なんですけどね、まあ、このわずかなですね上昇でも分母がだんだん大きな値となってきましたのでこのね素晴らしい株価になっているわけですね。 まあこのあとどこら辺まで行くかなということなんですけども、まあ、このランダムにですね下根と下根を結んだこの線にですね、平行線を引いてみまして、まあ、どの辺りが上根抵抗線となるかなというところなんですけども過去ですね3月の22日この上根抵抗線あるいは上根支持線となりうる線の上に 出っ張ってた時がありましたよだ、ね、まあ、こんなような形状がもしも7月相場まだ続くとするならばもう少し上値があるかもしれないですねえそしてですね、まあ、気になる日程なんですけども、まあ、この金融政策がどう変わるかこれによってマーケット影響を受けますしその前にですねまあよっぽど儲かったらちょっと手締まっておこうかな夏休みも入ってるしなんていうことでですね 7月の3031日この辺りが FOMC、そして日銀の金融政策決定会合がありますのでそして ECB は18日ですよね。カレンダーにいたしますとですねこんな感じです、えー、3031日がアメリカと日本の金融政策決定会合そして18日が ECB ですね。でで今現在は7月日日の水曜日ですから あと1週2週ぐらいですね、まあこういう時はですねあまり早売りするとですね果実を取り損ねてしまいますので、まあ、ぐっと引きつけてから利益確定をするというね歩き方がいいかなと思います高くなってくるとちょっとビクッとしちゃうんですけどね、まあ、引きつけていいところで手放すというね考えでいかがでしょうか。 まあこういういですね、上昇相場の間はですね、手持ちの銘柄、まあ、しっかりとね、温存してあまり短期でバタバタしてしまいますとせっかくのね、上昇トレンドの中で、えー、利益を逃してしまいますのでしっかりとホールドしてですね、そして新規で買うならば技術力があって、まあ、地味めのですね、会社を狙っていくというね、そういう歩き方がいいのではないかなと思います。ね。そこでで選んでみたのが、 えー、航空電子ですねこちらは NEC の子会社なんですけども産業用コネクタ大手そして、えー、航空技術に実績がありますので、まあ、防衛省向けの製品もね充実してるんですよね、えー、そして、えー、経常利益は減収減益ながらですね2025年3月期の売上そして経常利益は増収増益予想。 連続増配を、えー、実施しておりますのでまあ、心強いというふうに思いますえー、さてですね、えー、このコネクター、そして小型薄型高速伝送に強みがある、えー、日本航空電子工業ですねえー、今日の値段を日経新聞さんからちょっとねデータをいただいてきましたえー、こんな感じですねえー、17円だか まあ地味な銘柄でゆっくりと上がっていくというのが好ましいかなと思いますね2648円17円高ですねチャートの形もおとなしくなっておりますこういう時にね、拾っておけばあまりひどい目に合わないというふうに思いますのでねぜひご研究になってみてくださいね予想配当利回りが2.26%予想 PR が14.2倍という、ね、値となっております 先ほどのですね、このチャートに戻りまして、PBR を見てみますと、一点四倍ですからね。まあの数字面では非常にね、えー、このおとなしい数字ながら堅実かなというふうに思います。ぜひ研究してみてくださいね。で、もう一社はですね、六五二四の湖北工業ですね。 こちらはですね自動車用のアルミ電解コンデンサー用のですねリード端子ですね、こんな製品と海底ケーブルですね光海底ケーブルの主要部品で世界のシェアを50%以上になっているというところが注目ポイントですね。ね こちらの会社は2,618円、19円高です。チャートの形もですね、おとなしくて個人投資家今ね拾っていくタイミングとしては悪くないと思うんですよね。ただまあ若干人気が先行しておりまして、33倍の PR 予想 PR ですね。そして配当利回りもおま若干ね。 もうちょっと頑張ってハイ取り回り上げてくれると嬉しいんですけども0.87%ということですねそして年初来高値更新というところですので、まあ、そんな点も気をつけながらですねこの会社を研究してみたいと思いますこちらですねゴールデンチャート社さんの冷やしで、えー、湖北工業を見てみた状況ですね、まあ、緩やかな上昇トレンドが続いていて この5日移動平均線の上にちょろっと出てきておりまして、まあ、この200日移動平均線からずいぶん離しているんですけれどもねそれでもまあ上昇トレンドの中にあるということが言えるのではないでしょうかそしてですね分割が1対3、えー、今年の3月の28日に実施しておりまして需、まあ、給も適度にですね緩んで出直ってきているという状況ですね、それにしては強いチャートじゃないかなというふうに思います。 で、この会社もですね、やはりいい会社なので外資が非常にですね、このね、この好ましく思ってどんどん買ってきている状況ですね。まあ、これから先、この光、海底ケーブル需要は相当あるのではないかなと思われますので研究対象としてぜひ広報工業6524ですね見てみていただければと思いますね。それではね、こちらのの、会社の この大株主を今一度見ておきたいいと思います、まあ、この外資、買い増しですね、バンク・オブ・ニューヨークも買い増し、ステート・ストリート・ロンドンも買い増しですね、そしてマスター・トラスト、これはなどこかは分かりません、日銀なのか、ブラックロックなのか、年金なのかね、そして、えー、バンク・クライアンツなんちゃらですね、こちらもは、えー、上昇してますね、買い増し。えー、バンンククオブニューヨーヨメロンも この大株主の中に入っておりカストディ銀行こちら誰が正体か分かりませんけどもこの新しく買い増しされている状況ですねぜひ湖北工業も研究してみていただければと思います3戦目はペルーセウスですねコード番号4882490円のね会社のこの株価6円高なんですけどもなぜこれを選んだかということなんですが。 まずね大株主が富士フィルムですねそしてこぞってこうした短期資金が入ってきてるかなというところが注目ポイントですね日本証券金融そして 株式市場が高値になってきておりますのでまあ、上昇しておりますのでこの短期売買大好きな方たちの信用の枠がですね、広がっていると思うんですねそうするとペルセウスちょっと面白そうだね490円だから、まあ、信用取引もできるし4 9000円ですよね単位株を買っても4 9000円でですねちょっと遊びたいなという方にとってみると目に留まりやすいんじゃないかなという観点で選んでみました。 なので、まあ、そんな銘柄は好きじゃないという方はですね先ほどの湖北工業ですとかでですすねねこちらです、ねえー、もしくはこの国電子の方がいいと思うんですけども、まあ、何しろですねこのペルセウス、えー、4万9000円で100株買えてですね、まあ、業績は全く、ね、裏付けはないんですけども昨今、ちらっとですね培養関連動いてますので、まあ、その流れに乗ってですねペルセウス4882もですね 動く可能性はあるなといいううふうに思います。なので4万9,000円でちょっとこの宝くじを買ったということで楽しみたいという方にとってみるとまあ振り落としが入ってですねあれ4万9,000円で買ったらあれ4万円になっちゃったみたいなことはあると思いますけどね、えー、そしてバイオ株の外れた時の値段ってものすごく安くなっちゃいますからねこの銘柄だってかつてこんな高いところがあってですねそして えー、その最悪はですね4分の1近くなってるわけですからね、まあ、それでも、まあ、4万9,000円でちょっと遊んでみたい方にとってみると面白い目柄ではないかなというふうに思いますね。ぜひね、えーまあ、優等生ばっかり揃えても仕方がという、えー、行くのがいないと面白くないという方はこの「ペルセウス」ご研究になってみるといかがでしょうかね。 というわけで、まあ、今日は、ね、ですね高値市場の歩き方としましてです、ねまあ、あのこの地味ながら技術がある会社そして世界的シェアがある会社そして、えー、信用の枠が広がってるであろう短期売買者の目に留まりやすいという点でペルセウスという、ね、銘柄参戦にしてみましたこの後少し雑談に入らせていただき,いただきます。 さて、いよいよ来週は福岡にお邪魔いたします。えー、福岡の天神クリスタルビルの三階の大ホール、えー、こちらですね、えー、7月16日火曜日、えー、お昼なんですけどね、講演をさせていただきます。15時半から16時30分が私の持ち時間で、えー、その前に若干会社さんにインタビューをさせていただく時間もございます。お申し込みはお電話 0303. 六六六一九四一四ね。日本証券新聞社かウェブでも可能でございます。え東京は八月の二十八日水曜日開催でございます。そしてですね、また七月は忙しいんですよねえ。この新居浜に伺うんですね。ぜひ七月の二日土曜日なんですがえ、新居浜にお近くにいらっしゃるという方は、ぜひね。このーリーガーロイヤルホテル新居浜の二階にご集合くださいね。 さて、ここからは本格的な雑談に入ってまいります。皆様、あの体力のこの低下っていうのをね、感じる瞬間ってございますか私ですね、50肩になってしまって、手が上がらなくなってしまって、悲哀を味わいました。そしてですね、それがやっとちょっと改善してきたかなと思ったら、ぎっくり腰なんですよね、ぎっくり腰。まあ調子に乗ってですね、リュックに10 キロ以上の荷物を抱えてですね担いで、えー、このリュックでね、ガンガン歩き回っておりましたら、えー、ちょっとね、1日ほど置いて腰にきてしまいましたね圧迫骨折してるのかもしれないですね、それからですね、まあ、なんでこんなことになってるのかなということで、さまざま見てみましたら、この骨盤底筋も弱ってる気がするんですよね、皆さん骨盤底筋鍛えてらっしゃいますかここののペットボトボルをですねこの ね、足と足太ももと太ももの間に挟んで骨盤底筋を鍛えるとこの、まあ、40過ぎたらみんなご経験されると思うんですけども、まあ、このなんとなくねお手洗いが近くなってきたとかですねそんなようなことも改善するようですねこのいろんなグッズが売ってるんですけど私はペットボトルでペットボトルをこの足の間に挟んで,です、ね、キュッとやってちょっとこうぎっくり腰になりにくい体作りを目指したいなと思っているところなんですね。 まあ今日も暑かったですよねなんとなくもう暑くて暑くて嫌になっちゃうなと思うんですけどもまあ、ぜひですねこの体を鍛えてですねそして銘柄選び真剣にやってですねこの7月相場あものにしたいですねまあ、私は7月は調整好きかなと思ってたんですけども まあ逆になってしまっているので7月はしっかりと利乗せしてですねそして FOMC そして日銀の金融政策決定会合を前にちょっとね利益確定というふうなコースをご提案したいなと思いますそれではまた金曜日にお目にかかりたいと思います良い一日をお過ごしください